こんにちは今回ですね、「冬季落日」という、ね、映画を見ました。1992年の作品で、三上博さんが、まあ、野口秀夫さんの役をされていましたね。えー、これはね、野口秀夫さんの生涯を、まあ、描く映画で2時間ほどあったと思いますけども、いやーね、引き込まれるようにノンストップで見てしまいましたね。野口秀夫さんは確か大正元年の生まれっていうふうな紹介だったと思います。始まってすぐに、 なんか戦争のドンパチ、うん、母親戦争ですかそういった場面があったりかなり野口秀夫さんのお母様は苦労されてね幼少期から過ごされてご結婚されても飲んどくれのご主人でね本当に自分一人で家計を支えていくしかなかったという、まあ、忙しい中で野口秀夫さんは生まれて間もなくですよね。 大怪我をしてしししててままう、火傷してしまう傷んですよね、まあ、当時は安全対策もなかなかできてなかったところもありますしちょっと目を離した隙にっていうところもあったのかもしれませんけどもまあお母さんがものすごく忙しくされていたのと様々な不幸が重なったんでしょうかね、えー、野口秀夫さんは手に大やけどを負ってしまってそれが元でですねこの指が全部ひっついてしまうというふうな状態で、まあ、あの幼少期そして成長期を迎えるわけなんですよ。 で途中いろんな人のご縁があっていじめられながらもたくましく育ちながらそしてその手を切り離す手術をすることができるんですよねまあでも指はきちんとね機能しなくって、うん、なん第一関節か第二関節のとこまでしか、まあ、伸びなかったみたいなね表現がされていました細かいことは私も分からないんですけどもとにかくその不自由の中で片腕が不自由の中で医師免許を取ってですねそれから東京に出てアメリカにまで行って 最後はアフリカの方で、えーまあ、細菌研究をねし続けていく中で道半ばで倒れてしまうということ客死というふうに言われてましたけどね、まあ、あのなんて言いますかねお母さんの愛情を一身に受けて育つあたり、うん、それからあ研究とお母さんへの愛情によって板挟みになるところとかね なかなかこの恋愛もうまくいかなかったりとかいろんなね青春の葛藤が入ってる中で、うん、それこそ村の地域の応援を受けて町を出ていくところとかねあまあなんかいいなと、うん、大正昭和この辺りのなんかこう感動があったなっていうのとねご苦労があったなっていうのとさまざまな感情が私も渦巻いてきて、うん、非常に 素晴らししいいい人物像が描かれてたたなと思いましたねその中でもね15年ぶりにアメリカから多くの研究者に勧められて故郷に帰るシーンがあるんですよねここがもう見どころですもう残り、えー、映画の中ではね残り4分の1ぐらいで母との再会のシーンがあるんですけどもまあなんともねここがあのー、やっぱりねあお母さんに出ましょうかなってね映画見た時には思うと思いますよでまあ私もちょっとこう 涙がが出てくるようなシーンがあったたんでですけどねい,やいいいや映画でした本当三上博宏さんこんなすごい役をやってるんだなと思いましたねあれから30年近く経ちますんで三上博宏さんももうね60何歳とかになってるのかもしれませんけどもそれから三田恵子さん三田佳子さんがお母さん役だったかなもうね幼い頃から順番に年老いていく姿の表現がものすごく上手でね最後息を引き取るところとかもこう表現されてるんですけども 何、まあ、とも言えない母親の愛情をねそれから強さをね感じましたね全、まあ、編にわたって本当になんかハラハラドキドキワクワク応援したり自分も一緒に登場人物になり変わって悔しかったりとか様々な感情が本当に行ったり来たりしてうん本んにすっきりした映画でしたうん見て損はないと思いますんでぜひね2時間ほどありますね長いですけどもん今ねなぜか YouTube にアップロードされてますんで 動画概要欄に一応 URL 貼っときます。あの、消えてもすいません。<laughs> これは、多分著作権上保護されないようなチャンネルな気がしますんで。でも、早めに見てください。感動です。よろしくお願いします。